ムーバブルタイプはシックスアパートが開発、提供するブログで用いられることの多いコンテンツ管理システム製品である。プラグイン機構により機能を拡張できることが特徴である。ムーバブルタイプは主にパールと PHP で書かれており、動作に必要なのはパールのみとなっている。データストアにはリレーショナルデータベースを採用しており、マスクル、ポストグレスクル、 SQLite などに対応していたのだが、m o v ブ a b l e Type 5からは、マスクルのみ対応になった。また、企業向けには、別製品として、m o v ブ a b l e Type Advanced が存在する。これは、m o v ブ a b l e Type をもとに、イントラネットでの利用を想定した、大量のブログやユーザー、組織や権限などの管理、l ダ d a p 対応、Oracle データベースや Microsoft SQL Server ーーといった。 エンタープライズ向けのデータベース対応などの追加機能を優勝で提供するものである。さらに、2007年12月12日にはライセンスを GPL に改変し、オープンソース化する Mutos プロジェクトが開始された。MT 及び Mutos のソースコードに大きな差異はなく、機能的には全く同じものである。しかし、2013年7月10日にムーバブルタイプ六 が発表された時にムーバブルタイプ6以降のムトスの配布をしないことを発表し、プラグインなどは MIT ライセンスに改変した。現時点で提供されているムトスは同じライセンスで提供される。これにより2013年11月13日現在に分かれている。なお、英語で活字による印刷の仕組みのことをムーバブルタイプと呼ぶ。 ムーバブルタイプオープンソースに関するカテゴリー、ありがとうございます。